皆さんこんにちは、エリサマリアです。今回の動画ではフィンランド人と日本人女性のスタイルの違いについて話したいと思います。いつも日本に行くときは街の中で歩いている女の子を見るとみんな綺麗で素敵だなと思います。もちろんいろいろなスタイルがあって、これは一般的で私のイメージなんですけど、例えば洋服を考えるとフィンランド人はシンプルでジーンスに T シャツが多い気がするし、最近は街の中でもキャジュアルなスポーツウェアも流行ってる気がします。逆に日本人はもっと可愛くてガーリーなスタイルでスカートとかワンピースをしてリボンつけたりする感じですね。私のいつものスタイルは結構普通のフィンランド人のスタイルだと思います。でもやっぱり日本人女性の可愛くておしゃれなスタイルがすごく憧れてます。服だけじゃなくて髪の毛とかネイルとかアクセサリーとか全部です。日本に行くときは自分が地味すぎて可愛い服はいっぱい買いたくなるんですけど、なぜかその同じものをフィンランドで着てみるとやりすぎて着られないと思ってしまいます。だから今日はそんなことを考えずに私が憧れてる日本人スタイルにイメチェンをしてみようと思います。そしてメイクとかをしながら私のイメージの欧米風のやり方と日本風のやり方をちょっと比べてみようと思います。はい、じゃあ始まりましょう。楽しみです。はい、じゃあメイクから始まりましょう。ベースメイクは一応やってあるんですけど、次はアイシャドウをしていきたいと思います。もちろん日本人とフィンランド人は目の形とかはちょっと違うからテクニックもちょっと違うかもしれないんですけど、とにかく日本人のメイクの色を考えると赤、オレンジ、ピンクを見ることが多い気がしますね。こういう綺麗なパレットを見つけたから今日は赤っぽいメイクにしてみたいと思います。色綺麗ですね。私はもともと肌が悪くて赤が多いからメイクに赤を使うことは全然ないです。似合うかどうかはちょっと見てみたいです。いつものスタイルでブラウンがコールドを使うことが多くて3つの色でグラデーションを作るようにします。とにかくクリースをプラスにする目的です。日本人の毎日メイクはナチュラルな印象を作るのがポイントだというイメージが強いです。正直で言うとさっきはこういう赤さはファンデーションで隠したばっかりなんですけど、次はアイライナーです。目尻で長くしてキャットラインを作るのがポイントです。日本人のメイクは結構ナチュラルなイメージなのでペンシルライナーで眉毛にしようと思います。マスカラはあまり変わらない気がします。とにかくみんな長くして綺麗にあげたいですね。いつもの眉の形は鳥の翼をイメージして作ろうと思います。ペンで形を描いてパウダーで色を入れます。日本人の眉の形はもうちょっとストレートなイメージがあるから今日はそうやってみたいと思います。この形はいつもよりとちょっと似合わないんじゃない？いつものメイクには立体感を出すのがポイントです。影を作りたいところにシェーディングをして、次は顔の高いところを明るく見せるためにハイライトを入れます。日本人はもうちょっと平たい顔だからシェーディングはやめます。チークは耳まで入れるんじゃなくて、もうちょっと丸い形に入れるイメージが強いです。リップはライナーとカラーでボリューム感を出すのが目的です。日本人のリップは可愛いリップクロスがポイントだというイメージが強いので、シンプルにしようと思います。はい、じゃあメイクは完成です。別にメイクが上手とかはないから参考にならないかもしれないんですけど、こんな感じです。はい、じゃあ次は髪の毛です。
髪の毛です。私が思ってるスタイルはいつもとはあんまり変わらないんですけど、ゆるいウェーブがしたいと思いますね。いつもこうやってるんですけど、ストレートアイロンを使っていつも外巻きにします。はい、完成です。いや、嘘はい、じゃあ髪は一応こんな感じなんですけど、後でこういう可愛いリボンもつけたいと思います。その付け方だけは後です。じゃあ次はネイルです。よし、私はネイルが上手な子はすごい羨ましいんですけど、自分ではあんまりできないんですね。もっとやりたいけど、やっぱり手を使うことが多いから、例えば一人暮らしだから食器洗いとか掃除とかそういうのがあって、洗剤とか使ったりするから、ネイルやってたらすぐ消えちゃう気がします。まあでも今回はちょっと練習してみたいですね。ちょっと緊張してるんですけど楽しみですはい、じゃあとりあえず普通の爪はこんな感じです。スーパーでは可愛いスティッカーも見つけたんですけど、まあちょっと一応挑戦してみたいと思います。右手はやっぱり難しいですね。はい、じゃあとりあえずキラキラしてますね。はい、じゃあ次はスティッカーどうしましょうかね。ちょっと下手なんですけどまあ初心者だからいいですかねはい、じゃあ次は服です。はい、次は服です。日本に行くといっぱい服が買いたくなるから、日本で買った服は結構多いんですけど、着るチャンスはあんまりないですね。いつものスタイルは考えると、やっぱりジーンスに T シャツをするのが多いですかね。まあそれは着やすいし、フィンランドの女性を服を考えるとそういうのが多い気がします。私にとって真似したくなるファッションリーダーを考えると、やっぱり山田様ですいつもかっこいいんですね。そういうシンプルでおしゃれなスタイルが好きですね。でもフィンランド人の女性が日本の男性アイドルのファッションを真似することってもうおかしくない？もうちょっと女子力を頑張らないといけないですかね。はい、じゃあ日本で買った可愛い服をちょっと見てみましょう。服は黒ばっかりですねお、緑やった。あ、赤もありました。やっぱりこういうスタイルが好きなんですね。黒ばっかり買ってますこれも黒で、これも黒なんですけど、かわいいですね、こういう服って。こういうのはいつも着たいんですけど、フィンランドで着るチャンスはないですね。まあもちろん今年はコロナの年だったから、あんまりどこにも行かなかったし最近はコロナのせいでおしゃれな服は着なくなりましたね。キャスュアルなスポーツウェアを着て街に行ったこともあるので、ちょっと大変です。スカートももっと着たいけど、あんまりスカート持ってないですね。まあでも日本で買ったスカートがあって、これはすっごい可愛いんですね。結構長さもあるから着やすいと思います。じゃあこれとこれ着てみようと思います。よし、はい、完成です。いかがでしょうか、かわいいの。この服やっぱりかわいいですね。かわいい。やっぱりイメチェンって楽しいですね。
似合うと思いますか？はい、じゃあこれはちょっと外でも着てみたいから、ちょっと出かけて街でもどうか撮ろうと思います。はい、それでは行ってきます。Thank you.